1940年代のリアブシンスカ、タチアナ・ミハイロブナ・リアブーシンスカは、ロシアのバレエダンサーである。なお、ロシア語名は、タチアナ・ミハイロブナ・リアブシンスカや、モスクワで、ロシア帝国の有名な実業一家、リアブシンスキー家に生まれた。父・ミハイルは、銀行家、母・タチアナは、ボリショイ劇場のバレリーナであった。その後、 娘たちアーナもバレリーナを目指すところとなり、マチルダ・クシェシンスカヤに支持した。後、フランスでバレエリュス・ド・モンテカルロに参加し、プリマ・バレリーナとなった。後、アメリカ合衆国に定住し、バレエ教師となった。彼女に教わった女優には、リタモレのアン・マーグレット、ジョアン・ウッドワードらがいる。アメリカの作家レイ・ブラッドベリは、彼女をモデルに、小説、カクテ・リアブチンスカは、 奇跡を書いている。ただし、作家がモデルとしているのは、彼女の要望と、名前だけである。一説には1916年5月23日、または5月24日参考、吉田誠一役、喜びの機会ぐらありがとうございます。